クリストファー・ウィリアムズは、ジャマイカの陸上競技選手。専門は短距離走、100メートルで10秒05、200メートルで20秒02の自己ベストを持つ。2000年シドニーオリンピック男子4400メートル、リレーの銀メダリストである。2001年エドモントン世界選手権、男子200メートルでは2位に入り、この種目では、ジャマイカ人初のメダリストとなった。8月、 セビリア世界選手権の男子200メートルと400メートルリレーに出場し、世界選手権デビューを果たした。200メートルではセミファイナリストになり、20秒48の自己ベストをマークしたものの準決勝組5着に終わり、決勝に進出できた組4着とあれ秒12差で決勝進出を逃した。 三層を務めた 400m リレーは予選で38秒86の組4着に終わった。9月、シドニーオリンピックの男子 100m と 200m と 400m リレーと 4400m リ,リレーに出場し、オリンピックデビューを果たした。100m は2次予選敗退、200m は昨年の世界選手権に続いて、セミファイナリストになるも20秒47の組5着に、 終わり、決勝に進出できた組4着とは0秒26差で決勝進出を逃した。400メートルリレーは準決勝と決勝で3走を務めると、準決勝で38秒27のジャマイカ記録を樹立し、全体3位タイで決勝に進出した。迎えた決勝でも準決勝のタイムをさらに縮める38秒20のジャマイカ記録を樹立したが、3位のキューバとは0。 秒16差の4位でメダルを逃した。最後の種目の4400メートルリレーは、決勝で3走を務めると、2分58秒78をマークし、アメリカ、ナイジェリアに次いで同メダルを獲得した。その後、優勝したアメリカは、リレーメンバーのドーピング処分により、メダルを剥奪され、ジャマイカは2位に繰り上がり銀メダルを獲得した。3月、 リスボン世界室内選手権の男子200メートル予選を全体1位タイの20秒86で突破すると、準決勝は20秒78の組2着で突破し、この種目ではジャマイカ人初のファイナリストになった。ジャマイカ人初のメダル獲得がかかった決勝は21秒12とタイムを落とし、ショーン・クロフォード、クリスチャン・マルコム、パトリック・ファン・バルコムに次ぐ4位でメダルを逃した。 世界室内選手権では2004年ブダペスト大会を最後に200メートルは実施されなくなったためウィリアムズが今大会で記録した4位はジャマイカ人の最高成績となっている8月2大会連続の世界選手権出場となったエドモントン世界選手権は男子200メートルと400メートルリレーと4400メートルリレーに出場した200メートルは一時予選を 全体1位の20秒25、2次予選を全体4位の20秒24で、それぞれ突破すると、準決勝は20秒11の組2着で突破し、この種目では、ジャマイカ人初のファイナリストになった。決勝では20秒20とタイムを落とし、コンスタンティノス・ケンテリスには、敗れたものの、キム・コリンズとショーン・クロフォードには、同タイムキサーリでセリ勝ち、この種目では、 ジャマイカ人初のメダリストになった。3層を務めた400メートルリレーは予選で40秒05の組6着に終わり、2大会連続で決勝には進めなかった。しかし、4400メートルリレーは決勝で2層を務めると2分58秒39をマークし、アメリカ、バハマに次いで銅メダルを獲得した。その後、優勝したアメリカは、 リレーメンバーのドーピング処分によりメダルを剥奪され、ジャマイカは2位に繰り上がり銀メダルを獲得した。2位という成績はこの種目におけるジャマイカ最高成績となっている。この年の活躍が評価され、ジャマイカスポーツパーソンオブザイヤーの男性部門を受賞した。8月に大会連続のオリンピック出場となったアテネオリンピックでは男子200メートルに出場すると、 二次予選を20秒34の組4着で突破し、2大会連続でセミファイナリストになった。準決勝は20秒80の組6着に終わり、決勝進出はならなかった。8月、ヘルシンキ世界選手権の男子200メートルでに、大会ぶりのセミファイナリストになるも20秒72の組5着に終わり、決勝に進出できた組4着とは0秒07差で、 に大会ぶりの決勝進出を逃した。九月、モナコで開催された、ワールドアスレチックファイナルの男子200メートルで20秒19をマークし、体ゲ芸に次いで2位に入った。八月、大阪世界選手権の男子200メートルで2大会、連続のセミファイナリストになると、準決勝を20秒24の組3着で突破。三大会ぶりのファイナリストになりも、 決勝は20秒57の7位で3大会ぶりのメダルを逃した。8月、36歳という年齢ながら、北京オリンピックに出場を果たすと、200メートルの二次予選で20秒28をマークして、組3着に入り、3大会連続でセミファイナリストになった。準決勝は20秒45の組6着に終わり、初の決勝進出はならなかった。7月、 スペインのサラマンカで行われた競技会のドーピング検査で陽性反応を示したため、2011年11月まで資格停止処分となった。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。備考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。